今日ね、ロックダウンは解除されて、部分的に、ね、2日目なんですけども、家の前にあるね、ちっちゃな会社で、ハイビスカスきれいに咲いてるんですけれども、これちょっとね、今日、撮ってみたいと思います。これ確かにハイビスカスだったよね。確かに。花たくさん撮ってるのに花音痴なんだよ。これ。で、うちの兄貴のアホワンスが相変わらず吠えてるな。どうですか皆さん。これ確かに派手な花だな。ああ、俺の大好きなシダね。シダ。シダと花が僕最高に好きなんで、こういうコンビネーションはたまらんね。ハイビスカスいいな、ここにイワナいたらね、楽しみ、もう気持ちいいだろうね。パク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 、本当にね、食べまくるだろうな。まあね、こういう花の動画好きな方が多いんで、今日は、入れてもらって動画を撮っております。いいね、ここ。これが何の花よくわからない。同じものかな。グラデーションがちょっと違うだけなのかね。ここは、まあこれからなんだな。交通量聞こえるでしょ、相当増えてるよね。部分的に解除といっても、もうほんまに走り出してる車はすげえ多いわ。こういう感じですね。まあ、ここ何隠すのか、まあ、うちの、まあ、実家がやってる会社なんですけれどもね、畳みたいけど畳めないんだよね、今状況悪すぎて。まあ、これ日本語だからね、誰にも聞こえなくていいんだけど、嫌な時にね、本当コロナクライシス来ちゃったな。でも本当古い建物なんでね、もうこのツタが甲子園みたいな感じでね、いい感じで、もう犬うるせえ犬うるせえもうずっと一日中こんな感じ、こんな調子だよ。俺別に犬はどうしても嫌いってわけじゃないけど大変だよ。はい、それでは今日はここまでです。